の武器で何ができるって言ったのはそっちじゃない。第一、力ずくで押しつぶさない戦闘ってな、どんなのだい？よかろう。明日のために今日の屈辱を耐え忍ぼう。それはやっぱりじゃんけんとかくじ引きとか。我々はお前たちには思いもつかない速さで日々進歩している。明日の我々は今日の我々ではない。ウルフィーさん、それでは戦闘ではなく単なる勝敗の決め方になってしまいますわ。おい、誰か聞いてるか？聞いてるわけないでしょ。聞いてないのにどうして返事をするんだ。なんだ、返事してほしくなかったのかい？だったら最初から聞くんじゃないよ。おかしな男だね。満天の星空なんて大嫌いだ。敵が退却していきます。あの敵にちょっとだけ同情してもいいんじゃろうか。見事なまでに叩き潰されましたからね。物理的にも精神的にも。報告によるとエルシオールの修理が終わるにはまだ時間がかかるようだ。機関部にもダメージを受けているらしい。ここまで逃げてくる間にも何度か攻撃を受けたからの。しかしここに留まっているのも危険じゃな。ですがさっきの戦闘で被害を受けなかったので修理も意外と早く終わるかもしれません。ありがとうございました、マイヤーズ司令。ともかく修理が必要なことに変わりはない。なるべく速やかに応急処置をして、こことは別のアステロイド帯に避難しよう。エンジェル隊、帰還しました。お役に立てて光栄です。上出来だよ、マイヤーズ司令。お前さん、もう戦い方に慣れてきたようだね。私は全然疲れてないわよ、むしろスカッとしたわ。なかなかやるじゃない、マイヤーズ司令。マイヤーズ司令官を信じて正解でした。期待した通りの方でしたわ。マイヤーズ司令の指揮のおかげで自分でも驚くくらいうまく戦えました。ありがとうございます、マイヤーズ司令。名前で呼び合うのはミルフィーとだけかい？焼けるね。そんじゃ、私もそうさせてもらおうか。私のこともフォルテでいいよ。タクトさんでよろしいかしら。司令官を名前で呼ぶなんてなんだか照れますわね。私のことはミントとお呼びください。どうしてもって言うならしょうがないわね。タクトって呼ぶから私のこともランファって呼んでちょうだい。バニラで結構です、タクトさん。ああ、タクトのやつ早速女の子を口説きにかかってやがる。しかも一度に5人。まあそういうところもひっくるめてタクトに白羽の矢を立てたんじゃが、予想以上の順応ぶりじゃわい。ルフト先生、タクトを選んだこと本当に後悔してませんか？ノーコメントにしておいてくれ。本当に大丈
丈夫じゃろうか、この先。司令、機関室から報告が入りました。エンジンの修理完了まであと3時間だそうです。外から見た時にはそれほど大きなダメージは負っていないように見えたんだが、このエルシオールはロストテクノロジーで建造された船ですから、何かと手間がかかるんです。もちろんエンジンの整備も。クロノクエイク以前に作られた船か。貴重品には違いないんだろうが、不便な代物だな。ま、この船がそこらの軍艦よりも優れた性能を備えていることは認める。の不足を補うため、我らが月の聖母は五機の紋章金をお与えになられたんです。はい、この船の乗組員のほとんどが白き月でシャトヤン様にお仕えしていたものです。月の巫女という名前をご存知ですか？乗組員がみんな月の巫女、非戦闘員がこの船を動かしてるっていうか。非常時でしたし、それにロストテクノロジーを取り扱うには専門の知識と経験が必要不可欠ですから。ですがご安心ください、月の聖母シャトヤー様は私たちに対しておっしゃいました。司令官の命令はシャトヤー様ご自身の命令だと思うように。ですからマイアス司令、私たちはどんなことがあろうとあなたに従います。了解しました、マイアス司令、これからもよろしくお願いします。お、二人とも揃っておるな。タクト、レッサー、お前たちに話がある。シバ王子にお前たちをご紹介しておかねばな。鉄拳の間でお会いになられるそうじゃ。ついてこい。つべこべ言わずにさっさと来い。話した通り、今は少々気が立っておられるゆえ、物言いには注意しろ。そういう態度をするなって言ってるんだ。まったく、お前ってやつは。お待たせいたしました、シバ王子のおなりでございます。そなたが新任の司令官か。マイヤーズという名だそうだな。なんだ、お前だったのか。てっきり隣の男かと思ったが。そうか、まあよい。ではマイヤーズ、早速だがお前に命じる。直ちにこのエルシオールを転身させ本性まで引き返せ。も言わせるな。直ちに転身し本性にいる臣民たちを救うのだ。王子、どうかしばらく、今しばらくのご辛抱を。間もなくこちらに援軍が合流いたしましょう。
反抗はそれからでも遅くはございません。そんな言葉は聞き飽きた。お前はそれでも無人かルフト。皇族の中では私のみが生き残ったと聞く。かかる気球存亡の時にこの芝が臣民とシャトヤーン様を救わずしてどうする。こうしている間にも逆賊エオニア目によって罪なき者たちが苦しんでいるのであろう。なのに私だけが背を向けることなどできぬ。お気持ちは重々お察しいたします。しかしながらエルシオールのみでは。せめて援軍が到着するまでお待ちくだされ。では芝ここにありと触れて回るがよい。その声が届けば勇猛なる皇国軍が我が元にすぐさま駆けつけるであろうに。逃げるだと？この腰抜け目が。まさか私をたばかると承知せんぞ。これ予算か、タクト。王子はまだ10歳なんじゃぞ。様だけでもお助けせねば。今すぐ引き返せ。シャトヤーン様は私を引き取って白き月で養ってくださった、いわば育ての親。その恩を今こそお返しするのだ。それは信じよう。先ほどの命令は取り消し、改めて命ずる。エルシオールとエンジェル隊を率いてこの芝の身を守り、ローム聖景まで送り届けよ。うん、頼んだぞ。少し疲れた。下がってよいぞ。はっ。では失礼いたします。タクト、エスタ、退出するぞ。俺からしたら、その場で文字通り打ち首にならなかったのが不思議なくらいだ。背筋が凍ったぜ。いや、立派だったぞ、タクト。なかなかあそこまで言えるものではない。さすがはわしの見込んだ男じゃ。お前を司令官にしたのはやはり正解だった。子供の頃
わしは無意識のうちに王子を幼子扱いしていたようで、運命に私情を挟むまいと思ってはいるが、シバ王子を見ていると故郷にいる孫のことをつい思い出してしまっているの。とはいえ今はこの混乱じゃからな、無事でいるかもわからんが。ああすまん、余計な話をしてしまったな。年を取るとこれだから困る。うん、そうじゃな、おあつらい向きにごく最近の映像があるぞ。わしらが脱出した後、青函ネットで放送されたレオニアの演説じゃ。レオニアの演説ですか。想像するがにつまらない代物みたいですね。まあそう言うな。そうじゃな、エンジェルタイムを呼んでブリッジで見ることにしようか。よし、これでデータのセットはできた。いつでも再生できるぞ。ミルフィーユ桜庭以下5名参りました。私たちエンジェル隊に何かご用ですか。問題ありません。なんでもいいけど手短にね。私たちだって暇じゃないんだから。まあまあランファー、それでこれから何が始まるんだ。例のレオニアの演説じゃよ。君たちエンジェル隊にも見てもらいたくてな。では全員揃ったようじゃから始めるか。わかりました。オペレーター、映像を再生してくれ。了解、メインスクリーンに出します。愛すべき広告の新民たち、私はエオニア・トランスバール、トランスバール広告第14代皇后である。私は偉大なる前王ジェラール家、腐敗しきった貴族諸侯に鉄槌を下し、正当なる血に基づく王の座を回復させた。彼ら一部の特権階級は白き月の恩恵であるロストテクノロジーを独占し続けてきた。これを不当と呼ばずに何と言う。だがその滞在には裁きが下された。諸君を苦しめてきた不当なる権力は倒れ、王国に正しき秩序がもたらされた。諸君の前にさらなる繁栄が約束されている。ただしそれには王国に我々が一丸とならねばならない。この宇宙に白き月の恩恵にも勝る未知のロストテクノロジー、今なおこれこそがさらなる富と栄華をもたらす力だ。月の聖母シャトヤーナ、ロストテクノロジーの探索に賛同し、私の即位を祝福してくれた。私に諸君の力を貸してほしい。今まで同じ広告内にありながらバラバラであった制度や文化を一つにし、新たな目的に向かって結束を固めるのだ。混乱に乗じて狼藉を働いている一部の者たちに今なら寛大な処置を考える。直ちに我が元へ基準せよ。あるべき姿に統一され正しき正統トランスバール公国の一員として、私と共に星の彼方の栄光をつかもうではないか。正統トランスバール公国、これがエオニア。混乱に乗じて狼藉をだと。クーデターを起こした張本人のくせに盗っ人だけだけシートはこのことだ。ザクト、お前はどう思ったかの？意見を聞かせてくれ。その根拠は？
合格点を与えられる回答じゃ。意外と人を見る目があるじゃないか、司令官。すごいんですね、タクトさん。私そんなこと全然気づきませんでした。あんたね、これぐらいは気づいて当然でしょ。もちろん私は最初からエオニアの言うことなんて信じてなかったけど。顔はともかくとして、その意見には同感だな。未知のロストテクノロジーとやらも怪しいもんだ。あるかどうかもわからない。そんな不確かなもの、当てになるはずがない。エオニア本人には確信があるのかもしれない。少なくともあの無人艦隊は明らかに広告の外からもたらされたものだからな。奴の言葉を借りれば、広告が一丸となって探さなきゃならないほど稀な存在ってことさ。気のない話だね。必ずとも遠からずだろうな。おそらくエオニアに一番不足しているのは人材じゃ。5年前エオニアが辺境に流された時、奴に従ったのはほんのわずかな側近のみ。残っていた近しい者も全て処分を受けた。ましてや、シバ王子をエオニアのところへ連れ戻したら最高の手土産になるだろうし。それだけは何としても避けねばならん。報告軍が集結しつつあるローム星系まで無事にシバ王子をお送りせねば。最短ルートで恒星艦候補を繰り返したとしても2週間は必要だな。もちろん何の妨害もないと仮定してだが。もちろんだ。航路の検討と同時に索敵も進めておく。大変な旅になりそうですね。今頃何言ってんのよ。白く月を出てからこっち大変じゃなかったことなんかあった？タクト、ちょっと耳を貸せ。どうじゃな、エンジェル隊の子たちは個性派ぞろいの粒ぞろいじゃろ。なんだ、煮え切らんやつじゃの。エンジェル隊をうまく使いこなせるかどうかは司令官であるお前にかかっておるんじゃぞ。この先もエオニア軍の捜査網を突破するため戦う必要が出てくるじゃろう。それにはどうしてもエンジェル隊の力がいる。ところがその紋章機がくせ者でな。紋章機の性能はパイロットであるエンジェル隊の精神状態に左右されるんじゃよ。エンジェル隊が戦いに集中できなければ紋章機も満足な性能を発揮でき、そこでお前の腕の見せ所というわけで、あの子たちが支障なく作戦行動を取れるよう精神的な支えとなってやってくれ。そう難しく考えることはない。要は相手から嫌われずに仲良く付き合っていけということじゃ。その息じゃ。しっかり頼んだぞ。おお、そうじゃ。
エルシオールの修理じゃが、まだしばらく時間がかかるらしい。それまでは館内を見物して回るなり、ゆっくりしていて構わんぞ。何かあったら連絡を入れよう。わしはレスターと共にエオニア軍の監視と脱出経路の検討を進めておく。じゃあ、また回しますよ。さっきと同じ色ですよね。はい、一等です。やったー嬉しい。こいつ一等ばっか4回も。ダクトさん、本生でも超レアなプレミア最高級三つ星ランチバスケットマリーゴールド VSOP です。欲しかったんですよこれ。そうなんです、このお客さんさっきから4回連続で1等だけ当ててるんですよ。